こんにちは、ブレーナーズの小林です。今回ですね、やっとですね、仕上がってきました。私のザ・ボイスのですね、ラジオショーのイントロとアウトロなんですけれども、まだですね、編集ソフトでどのように、イントロでしたら、ガンガンと、最高マックスでボリュームで始まって、そして私の話が始まる頃にはだん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 フェードアウトしていくと、そしてアウトロはその逆にですね、徐々に徐々に、音が大きくなっていくと、そういうどのようにしたらそういう編集ができるかまでまだ私は、わからないので、これからですね、やって、勉強していきたいと思います。その前にですね、どんなイントロアウトロなのか、私のお話の前後に挟む、オーディオですね、こちらを紹介したいと思います。ご覧いただいている画面では4つあるんですけれども、それぞれですね、イントロ、アウトロ、エフェクトをかけてくれたものがそれぞれもう1個ずつあるというような感じです。今回ですね、そのエフェクトをかけてもらった方をご紹介します。まずイントロです。この音から私のラジオショーが始まります。You are listening to The Voice, your source for the latest tips, tricks, and strategies in the internet marketing arena. And now, welcoming your host, Masatoshi Kobayashi. はい、これがですね、イントロなんですね。アメリカ人が制作してるんですけれども、私の名前の読み方は、私も録音して相手に伝えたんですけど、どうしてもやっぱりちょっと、外人が発音するとおかしいですね。はい。そしてですね、アウトロですね。このアウトロで、各ニュース番組が終了していくということで、ぜひ聞いてみてください。Thanks for listening to The Voice with Masatoshi Kobayashi.Your interest and support of this podcast is incredibly appreciated. Be sure to visit thevoice.tokyo for the latest internet marketing news occurring in and around the English-speaking world. Also, don't forget to tune in to another episode of the show next week. Until next time, enjoy your royal jelly. はい、こんな具合になります。うまくですね、私のトークとですね、かぶせることができるようになるようにですね、ちょっと勉強したいと思います。それが完了したらですね、皆さんに、埋め込みコードを提供したいと思います。はい、ありがとうございました。